はい、次はですね、信金でお金を借りる、このことに対する、ね、デメリットの話をちょっとね、いくつかお話ししていこうかなと思います。YouTube とかね、すごく便利で、僕も、まあ、日頃ね、まあ、自分自身が学ぶために見てるんですけど、メリットはすごくね、話するんですけど、デメリットのことまでしっかり伝えてるところって意外と少ないんですよね。ですから、僕は必ずメリットを喋った後に、まあ、同じぐらいと言いますか、デメリットを感じたらね、デメリットの話も必ずするようにしています。で、そのあたりちょっと話していこうかなと思います。信金でね、お金を借りるデメリット。まず一つ目、金利が高い。金利が高いんですよね。まあ、どれほど高いのかと言いますと、まあ、サラ金、ローンで借りるよりも随分安いですよ。サラ金とかはね、平均 14% とかね、ああいう法外なね、金利取ってると思うんですけど、信金の場合、一般企業に対して、まあ、これね、社会情勢とか、まあ、金利の、まあ、パーセンテージとかね、まあ、いろんな要素が絡んでくるんですけど、平均大体 2% 前後取るんですよ、金利の方ね。で、2% が高いのか安いのかっていうところなんですけど、メガバンクでね、例えば大きな融資を受けたところでした、大体 1% 台っていうのが多い。でもね、信金、町の場合はね、そのあたりがね、やっぱりどうしてもちょっと金利が高くなってしまいがちです。まあ、それでもね、2% で借りたら十分ね、安い方だと思うんですけど、まあ、この辺がね、ちょっと高いのかなというふうなところが、まず1点。でね、あとね、これはね、僕がすごく思う、個人的に思うところなんですけど、ネットバンキングは使いにくいんですよね。僕ね、会社経営させてもらってますんで、会社経営のうちの一つのね、口座がネットバンキング、まあ、信金なんですけど、使えるんですけど、その信金のネットバンクは、まあ、使いにくいんですよ。で、どう使いにくいのかと言いますとね、まあ、これ言うとちょっと悪口になっちゃうかもしれないですけど、まあ、銀行名は言わないですけどね、そのパソコンでしかね、要は、入出金することができないんですよ。つまり、外からね、外出先から、まあ、急な入金がっていうのが対応できないんですよ。必ず事務所に行って、そのパソコンを立ち上げて、パスワードで入力して入って、しかもね、なんていうかな、この、V パスっていうかな、この、時間ごとにこのパスワードが変わる、端末があるんですけど、あれを見ながら、その都度パスワードを変えていかないと使えないっていうね。まあ、セキュリティのことを考えたら仕方ないんでしょうけど、とにかくそのあたりがね、使いにくいんですよ。あとね、文字がね、すごく小さい。で、半角、全角文字をね、必ず一字一句間違いなく入力しないと入金できなかったりとかね、すごくとにかくユーザビリティにね、合っていないですよね。あとね、もっと、文句言えばたくさんあるんですよ。今時ね、インターネットエクスプローラーじゃないとログインできなかったりするんですよね。今ほとんどこの、まあ、YouTube 見られてる方とか、まあ、Google Chrome とかね、あと iPhone でしたら Safari とか使ってると思うんですけど、そういった分でね、ログインができないっていうね、すごく使いにくい仕様なんですよね。そのために古いインターネットエクスプローラーを更新してみたいな感じでやっていかないといけないので、とにかくこの辺のね、ネットバンキングは使いにくい。あと ATM が少ないんですよね。丸々信用金庫専用の ATM となりますと、その地域にしかありません。その地域の中の少ない ATM しかありませんので、昼時とかね、まあ、時間帯によっては並ばないといけないんですよね。その ATM でお金を引き出すために、また入金するためにね、またおばちゃんらがこう並んでたりするわけなんですよ。ですから本当にね、お金の入出金が結構面倒ですね。あとね、振込手数料も結構高かったりします。新金同士のね、入金はね、ある程度費用が抑えられたりするんですけど、それでもやっぱり都市銀行とかネットバンキングに入金するための費用がね、500円を超えてあったりするということはザラですので、まあそれは地方銀行も変わらないんですけど、そのあたりのね、ネットバンキング、今、僕自身がね、使ってるのは、住信 SBI、住信 SBI とか、まあ、すごくネットバンキング使い慣れてるものからすると、すごく不満がたくさんあるんですよね。まあそのあたりがね、ちょっと信金のデメリットなのかなと。あとですね、これ最後、もうこれも個人的な意見なんですけど、いろいろお願いをされることが多いんですよ。まあそれをね、まあ引き受けるか引き受けないか、やるかやらないかっていうのはあなた自身のことに関わってくるんですけど、例えばですね、信金の窓口に行ってね、投資信託を勧められたりするんですよね。この投資信託があるんですけど、今預けてもらったら、まあ、10年間は引き出しできませんけど、その間に、
これこれこういうパーセントの金利がつきますよとかっていうのがあるんですけど、まあ僕から見たらまあゴミなんですよね。本当ね、なんじゃこりゃっていうようなね、商品なんですよ。金利もね、1% もつかないんです。そのくせ20年、30年預けないといけないとかね、そんなむちゃくちゃな、金融商品を進めてくるので、そういったあたりとかっていうのはね、ちょっとデメリットの一つなのかなと。まあ選ぶのはあなた自身ですけど、あとですね、街の集まりですね。新金さんが特に主催してたりする集まり、まあ、例えば経営者団体との集まりにね、参加してみませんかとかっていうような感じで声かかったりします。まあ、そういったことがね、ちょっと煩わしいかなっていうふうに感じる方なんていうのは、ちょっと新金、まあこのあたりはね、まあ自分で選んだらいいと思うんですけど、まあそのあたりデメリットっていうのはね、まあいくつかありますので、まあ、そういった部分をね、許容できる範囲であればですね、まあ、新金でお金を借りるためにもね、まあ、デメリットを分かった上でね、口座開設、まあ、運用の方やっていけばいいんじゃないでしょうかということで今日は以上です。ありがとうございました。